えー、tiktok などで、えー、スカートを短くすればみんなから注目されるみたいな。考えの真っ赤女の子たちはどう思いますか？えっと tiktok 関係なく現実もそうですよ。 あのミニスカートにしてみたりとか,そのなんか袖短いのをしてみたりとかその肌をなるべく露出した方が魅力的に見えると考える方があの世の中でもテレビの中でもあのそこら中にいらっしゃるのであのインターネットサービスの問題ではなくその異性からの視線を集めたいという方はあの肌の面積が多い服を着るっていうのはあのインターネットが始まる前からそうだと思うんですよね僕が知る限り昭和のの時代かかららそういう方がいい方っっしゃったのでで、まあ、古く言えばツイッキーさんとかですね。 であの、その前の時代は逆にその旗を出しているということはそういう商売をしているから下品でやるっていうのがあって逆にその旗を出さない方がモテた時代があったんですよ。 でなのでそのツイッキーさんという人がミニスカートで来て日本人みんな驚いたんですけど要はそれってああいう職業の方がやることだからやらないよねっていう暗黙の了解が崩されたのでそういう職業じゃない人でも肌を出していいんだということになりそこでその普通の一般の人も肌を出すっていうのが始まったんですよ。で、まあ、日本は割と普通の人でも肌出してるしその商売の人ではないよねっていうふうになるんですけどやっぱ国によってはそのミニスカート履いてる時点であ商売の人ねって見られちゃうんですよね。 ミニスカートで歩いてる人を見ると大体観光客なんですよ。地元の人でミニスカートにいるのっておばちゃんぐらいかな。あとはもう本当にその商売の方ですよねそのあの。そういった商売をされてる方。なのでその要はあの、まあ、の上半身は薄い服着てる人多いんですよ。暑いからっていう理由で。ただあのね下のんでスカートでミニとかって。 ほとんど見ないですよこっちの人おばちゃんは何も気にしないからと思います。<laughs> あの誰も商売の人だと思わないから。なので、あのおばちゃんのスカート率高いんですよあの。若い女の人とおばちゃんでいくと、多分おばちゃんの方がスカート、多分3倍ぐらい多いんじゃないですかね。あの要はそのスカート、短いスカートで地下鉄に乗るとかありえないよねみたいな文化があるんですけど、おばちゃんだと短いスカートであの地下鉄に乗っても何も起きないじゃないですか。はいえー